大福な寺は、三重県桑名市東方にある高野山真言宗の仏教寺院。三号は新宝山。陰号は法王院。本尊は阿弥陀如来。他に寒気点を祭り、日本三寒気点の一つに数えられている。毎年2月3日に節分祭が行われ、4月1日、2日に桑名聖天大祭が行われる。 4月1日には小学校へ進学する児童が、男子は山伏、女子は巫女に噴して、山伏巫女児後行列が行われ、4月2日には重要無形民族文化財の異世代人楽が奉納される。両日ともに、斎藤ごま日渡たりが行われる。通称、桑名の聖天山と呼ばれている。この寺の創建年代については正確ではないが、聖徳太子が開いたと伝えられ。 鎌倉時代中期、郷田天皇の代に、ぬかたべのさねずみ、認証によって再興されたという。当初は、福田村にあり福田寺と称したが、足利高氏から、大の寺を賜り、大福田寺と改められたという。その後、戦国時代に、たびたび陛下にあって消失して寺院は衰えたが、1662年、松平忠氏への援助を受けて、現在地に再興された。 換気店は、松平定信の寄進によるものとされる、おみくじの他に200円の代金の小間木等がある、釈迦八層上道図。ありがとうございます。